佐島は神奈川県横須賀市佐島に所在する無人島。東京湾最大の自然島である。島の大半を佐島公園として横須賀市が整備している。京急本線横須賀中央駅から徒歩と船で約30分、海水浴、バーベキュー、釣り、散策などのレジャーに適する無人の自然島。島からは縄文時代の土器や弥生時代の土器、 人骨が出土し、日蓮にまつわる伝説が残るなど、古くから人々に親しまれている。幕末から第二次世界大戦前にかけては、東京湾の首都防衛拠点となる。幕末の1847年に、江戸幕府により、国内初の台場が築造され、明治時代に入ると陸軍省、海軍省の所管となり、東京湾要塞の刺島放題が築造された。本施設が、 実践に用いられたことはないが、島内の岩壁を掘って、レンガで覆われた要塞跡は、現在も残り、日本国では数少ないフランドル済みが見られる。使用されたレンガは、愛知県の東洋組種族集産所で製造された、国の史跡に指定されている。当時のレンガは、素材や焼成温度が均一でなかったため、結果として、色とりどりのレンガが積まれて、現代に残り、 観光客に人気がある。第二次世界大戦後は1961年まで日本を占領して横須賀軍港を使用したアメリカ合衆国に接収された。その間にも1947年に都線の運行が開始、1957年には海水浴場が開かれる。その後、1993年に海水浴場は閉鎖。 航路も廃止されて立ち入り禁止とされる。1995年、横須賀市が大倉省から管理を自宅。散策路等を整備し、航路を復活させた。翌1996年には海水浴場も再開された。2003年、横須賀市が国から佐島の無償助用を受け、佐島公園として整備した。映画天空の白ラピュタを連想させるとして、 人気を集めており、仮面ライダーの撮影では、ゲルショッカーの基地があるとされたことでも知られている。2013年度の入党者は、約11万人と2003年度の1.7倍に増えており、2015年に国士跡に指定を受ける。横須賀市では2015年4月から入園料を徴収している。有料化されても人気は続いており、2017年の入党者は、 約18万人へ増えた。2019年夏、ドローンによる食材配送サービスが期間限定で運用される。人が登場することはできないが、佐島の行楽客から注文を受けた飲食品や紙皿などをドローンで配達する実験を、声優と楽天が2019年7月に開始する計画を公表している。ありがとうございます。